皆さんこんばんは、マリノスケです。画像が来た。はい、掃除をね、ごめんなさいね、していきます。後付けアフレコです。60度のお湯を入れていきます。これね、水、袋の中に水を入れて蓋します。でね、水が、お湯が流れないようにしていくんですけども、お消しクリーン入れました。で、これ、そう、あのね、ボトルのね、下ね、ぬめり、これで一気に取っちゃいます。で、ガスコンロ周りのものをどんどん入れていきます。これちょっとめちゃくちゃ熱いって気をつけてください。私全然手入れちゃってるんですけどね。はい、そうこうしてるうちに、ガスレンジ、いつものオレンジ洗剤を使ってきれいにしていきます。オレンジ洗剤は、楽天ルームに載せてるやつです。これをね、拭いてはつけて、逆、つけては拭いて、つけては拭いてをやっています。もうね、あの、適当ですよ、ほんまに、すいません。パジャマです。なんならこれチラチラネタブ映ってると思うんですけど、パジャマでやってます。メラミンスポンジですね。キャンドゥで買ったものですね。クモの形が可愛くて、猫のね、形のもね、どっかの百均、どこやったかな、見かけたんですけどね、使い勝手がちょっとね、いいのか悪いのかわかんないんですけど、猫のメラミンスポンジも気になってます。で、ゴシゴシしていくんですけど、あ、これですね、いつものようにアルコールで仕上げのふきふきをしています。早送りするとやっぱ早いですね。早い。周りも拭いていきます。いい感じ。このね、あの、周りの油汚れ、落ちないというか、落ちづらいところですね。頑固な汚れは、こうやってつけ置きしておきます。それでも、もう、めんどくさい場合は、もうメラミンスポンジで、こすっちゃったりします。で、ガスのこのごとくですね。とかも、結構こびりついちゃってるんで、こう、メラミンスポンジで、ゴシゴシしていきます。このね、ごとくを、こう、ゴシゴシするの。これがね、指の力が結構いるんですよね、これね。で、そうこうしてるうちに、そう、これ忘れてたんですよね。この半じゃない。換気扇、換気口カバー。なんで半って言ったんやろ。あー、これもう、遅れてる。ね、つけときました。で、この上をね、拭いていってます。すいません。もう、映像と声がついてってない。そう、換気口を拭いていきます。結構ね、これね、こまめにいつも拭いてるんですけど、そんなね、汚れてなかったです。でもね、この上の方わかりますかね？換気口は拭いてたんですけど、この上の方がね、まあ、身長が低いのもあって、っていう理由にしていいかわかんないんですけど、見逃してたなと。結構ね、油汚れがついていました。なのでね、この年末大掃除の時に、拭きました。次、置いといたね、壁側ですね。壁側って言ったらいいかな。この側面のところも、ゴシゴシ拭いていってます。なんかね、今これ私、多分皆さんはね、普通に見れてると思うんですけど、私のこの今現在私が見てる映像、なんかコマ送りの映像なんですよね。全然アフレコできへん。多分ね、これ吹いてるんですかね。側面を合ってますか？声と映像合ってますか？すいません。あ、多分これは歯ブラシを使って、あれですね、カバーのと、網目をゴシゴシしています。なんでコマ送りなんやろう？ちゃんと皆さんにはね、多分ね、見れてると思うんですけど。ゴシゴシしてますね。もう、それぐらいしか言えへん。でもね、これ結構オキシクリーンに、わかりますかね、この濁った水。オキシクリーンにね、そう、2時間ぐらいつけるんですね、これ。全部で。で、2時間経ったら60度のお湯でね、つけて。そしたら2時間ぐらい経ったら、オキシクリーンがね、ソーダ水に変わるんですよ。そこでやっと汚れが浮いてくるんで、いつも2時間以上は置くようにしています。で、いきなり泡のシーンになった。これはどういうことだ？皆さんのところにはね、ちゃんと見えてると思います。泡を流して、次これですね。スポンジでゴシゴシ洗ってます。このね、網目のとこまでね、しっかりね、洗うのがね、やっぱ年末大掃除の醍醐味ですよね。いつもこんなことしません。もう、
さーって流して終わりです。でもやっぱ年末なんでね、綺麗なキッチンで新年を迎えようと、歯ブラシで頑張って細かいとこまで洗いました。で、何をしてんのかな、手袋取ったかな、あ、そうですね、ゴミ袋スタンドの細かいところも、洗って置いておきます。で、全部、台所用洗剤で洗ってすすいで、で、この排水口のとこですね、ここも一番最後歯ブラシでゴシゴシしています。ここもね、しょっちゅう洗うんでね、そんなに汚くなかったです。ネットのかけるところと、ね、ちなみに今現在もコマ送りです。お、ちょっと直った。そうそう、はい、ボロボロになるまでこのね、スポンジを使ってね、捨てる直前でこのシンクを洗います。結構ね、使いました。スポンジはね、やっぱりね、一番雑菌が湧くんで、よく乾燥させることと、こまめに変えることが大事ですね。はい。で、こうシンクも洗うんですけどね、そうそうそう、書いてある通り、このシンク洗った後にお風呂場の床も洗ってから捨てることもあります。で、しっかり手を洗って何をするんでしょうか、私は。あー、そうですね、そうそうそう、拭いて、設置します。しっかりね、拭いた方がいいですね。換気扇、水分、中に入ってったら傷むんで、しっかり水分を取って、これ便利です。これもね、楽天ルーム、楽天にもしあったらね、ちょっと貼っときます。楽天ルームに載しときます。これも貼るだけ。貼っときますっておかしいな。貼れるやつです。楽天ルームに載せておきます。で、ごとくを拭いたりして、この、ごま油とか買って、書いてたラベルがあったんですけど、新しくするために剥がしました。これはね、また後で貼っておきたいと思います。次、重曹入りのお水、これチンしてね、綺麗にしていきます。電子レンジの中のお掃除です。もう沸騰するくらいね、見てください、これ沸騰するくらい熱いから気をつけてください。でもね、この手前のとことかすっごい綺麗になります。ガラスのとことか拭いていきます。ただね、これほんまに熱いんで気をつけてください。こんな感じでキッチンのお掃除は終了しました。こっから、おまけ！どんぐらい？ 11 分2秒の動画なんですけど、7分40秒ぐらいからおまけが入ります。サバの味噌煮晩ご飯この時作ってきました。最近ね、ティファールの圧力、電気圧力鍋使ってるんですけど、めちゃくちゃいいです。3万ちょいぐらいするんですけど、めちゃくちゃいい。見てください、まずね、このね。適当に入れて、調味料も入れて、加圧時間5分。これでね、ピッとして、ほっときます。ガスタイプのね、圧力鍋も使ってたんですけど、なんていうんですか？最後の方をこう弱火にしたり、圧が抜けるまで見といたりっていう感じで、お鍋に結局つきっきりになるんですよね。ガスの圧力鍋も。でも電気圧力鍋はさっきみたいにポポポって入れたら、もうほっとくだけ。ほんで、この間に他のことできるっていうことで、お味噌汁を作っています。はい、この時ね、見てください、これ。火ついてません。もうね、忙しい。お味噌汁ね、作ってるんですけどね、火ついてませんからね、これ。キャベツ入ってるんですけど、後で気づくんですけどね。全然火ついてなかった。びっくりした。ほら、見てください。5分経って、これ。ほろほろ、ふわふわ、いい感じ。そう、ほんで気づいてね、お湯じゃない。火をつけました。奥のが味噌汁ですね。そうこうしてるうちにスナップエンドウを炒めてます。テリテリ。普通に油で炒めてます。焼き加減見てますね。これ、こんな感じ。こんな焼き加減になったらいい感じです。だいたいね、なんていうんですかね。ぷっくりしてツヤツヤしたら火通ってますね。そこにみりん入れました。そんで、かつお節。で、ちょっとのお醤油。これで、終わり。スナップエンドウのおかか炒め。出来上がり。で、次。油を入れて、ごま油入れました。あと、合いびき肉入れました。合いびき肉はね、水分が出てくるんで、あまり混ぜません。動かしません。ちょっと火通ったなと思ったら、こうやって、ほぐして、しばらく置いて、で、また混ぜてっていう感じですね。で、そしたら油は必ず出てくるんで、この油をナスに吸わせます。旨味成分ですね。ナスはちなみに油と
混ざると、栄養価が高まるそうです。やったね。で、お味噌汁できてきて、次、もやし入れました。もやし、下から上、下から上。結構な量ですね。やっぱ5人分なんでね。上から下、上から下。やって、火を通したら、塩コショウ。で、から、簡単に焼肉のタレ。ほんで、次、これ、ニンニク醤油入れました。ニンニク醤油。そんで、もう、とろみつけはもう、水溶き片栗粉とかそんなんじゃなくて、もう、小麦粉をパサパサってやりました。はい、完成！どうでしょうか？こんな感じでね。もう掃除もしつつ、その流れで一気にお料理もやっちゃいます。電気圧力鍋は便利でおすすめです。ふっくらツヤツヤ、素晴らしい。いかがでしょうか？こんな感じで、晩ご飯を作りました。では、こんな感じでね、年末年始を、迎えていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。